I'm Yutaka Takayanagi, Japanese print artist.私は1941年に生まれました。小さい時から絵が好きで、今日に至っています。ちょうど東京芸術大学を卒業し、さらに大学院コースを卒業というか修了する頃、写真製版を使った版画にとても興味を持ちまして、そしてその仕事をずっと続けています。今この館に並んでいる私の作品がその写真製版を使ったものです。これはメタル、ジンク版です。昔新聞っていうのはこういうものでできてました。これはできてたっていうか新聞をするのに、こういうものを使ったんですね。今はみんなコンピューターですけど、でこういう残骸がその頃手に入ったんです。これ食べられないもんですから、いろんなパートタイムジョブをやりまして、で写真の学校を教えてた時に、写真の学校の生徒の一人が、私のおじさんは、ジャパンタイムズ の新聞社のに勤めてて、そこの廃版部って言って使えなくなったこういうメタルをの管理するようなそういう部署にいたんです。だけどこういうのはみんな版権っていうものがあるからこれはダメだと最初は言ってたんですけど、いやそこをなんとかって言って、だから全部分解してバラバラにして、でそれを寄せ集めて全く違うものとして作り上げるんだったらいいんじゃないかという僕はそういう考え方なんだけど、そういうことを力説しましてね、それでそのおじさんたる人を説得して、じゃあ私が責任持つから、それをその代わりわからないように料理して、それを伊藤の子ですよね、その頃はまだ電動のマシン持ってませんから、伊藤の子で持ってゴリゴリこう切りまして、それから映像をぶった切ってわからないようにしたりしながら、まあ簡単に言えばコラージュして、寄せ集めてアッサンブラージュっていうのかな、コラージュして、その後後でフェイターが出てくると思いますけど、フェイターの技法は一般同時多色刷りという日本語では一般で、ね、同時にたくさんの色が擦れちゃう、同時っていうことはインクを、つまり版の上にインクを転がしながらインクの濃度を変える、濃度っていうのは粘り気なんていう、タッキーなんていうんですかね、英語では分かりませんが、こうベトベトと、それから柔らかいのと、それから水っぽいって言いますか、非常にでインクの濃度だから、サラダオイルとバターとの違いみたいにインクの濃度を変えることによって、油っていうのは混じり合わないという不思議な性格があるんですね。油は濃度を変えると混じり、すぐには混じり合わない。こすればもちろん混ざっちゃいますけど、すぐには混じり合わない。で、そういう性格を利用した特殊な技法で、これはウィリアム・ヘイターが考案したんだと思いますけど。で、その後、ウィリアム・ヘイターのアトリエに訪問することになるんですけど、富山工人の作品、先生にはそういう、まあ、高校時代に強烈な刺激を受けたものの考え方の原点に迫るような刺激を受けました。富山先生は面白い先生で、もう絵なんていうのがデタラメでいい、もう何だっていいんだっていう、その悪ガキたちを教える名手でしたね。褒めるんですね。もう何でも悪ガキが作った作品をもう上手に褒めて、褒めちぎりながら、絵はそんな簡単でもいいんだ、それからもうめちゃくちゃでもいいんだっていうような、そういう心の解放っていうのをね、教えてくれた、そういう面白い先生でした。もう世界中がそうですけど、その写真製版っていうものがだんだんできなくなってしまいます。それはなぜかというと、フィルムがなくなったんですね。フィルムがなくなって、そしてまあ従って僕のいわゆる得意とする
製版ができなくなっちゃった。でちょうどその頃もう写真製版はできなくなりましたけれども、またあのよくしたもので、樹脂で樹脂版っていうのでこう写真のフィルムの残りのフィルムを使えば樹脂版で印刷できるようなそういう技法を発見しまして、その最近って言いますか、あのごく最近まではその樹脂版の映像をまた昔の手法と組み合わせて、そして新しい作品を作ってるんです。だからそれはその何でか分かりませんけど、何しろ明るくそのユーモラスに、どこかユーモラスにということが自分の一生かけたなんか目的みたいなものがなってるんじゃないかな。